動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。サイゲームス、ウマ娘プリティーダービー。君と輝く、あ、じゃあ輝く未来を君と見たいからウマ娘プリティーダービーやっていきましょう。今日のタイトルはゴルシですね。が追加ダウンロード、レッツゴしましたね。今日のログインボーナスだ。明日はこれがもらえるらしい。はい、ですね、ちょっとこれですね、新しい新、育成ウマ娘と、サポートカードの登場でちょっとですね、少し黙っておりました。まあそこはじっくり見てほしいなとは思って。で、ですね、プリティダービーの、育成ウマ娘プリティダービーの方は、ミホノブルボンですね。で、サポートカードには、ツインターボ、大、SSR の方にツインターボで、SR は、大卓ヘリオスが来ているみたいですね。で、あと、レアの、レアにも、ツインターボと大卓ヘリオス、来ております。ツインターボね、さっきですね、10話だったっけな、ウマ娘10話、ニコニコ動画でちょっと見たんですけどもね、いやー、ツインターボがね、まさかコメディリリーフだったと思ったら、ね、意外、最後の切り札みたいなところがあったね。ね、あそこでもう一押しとして、あ、しまった。あ、え、還元、期間の終了した、ポイントはクローバーに還元さ、あ、そうかそうか、クローバーに還元されたんですね。じゃあ、サポートカード、引いてみましょうか。あれ ?1 日1回がなくなった。無料がなくなった。無料期間終わりか。無料期間終わりか。ちょっと考えてやらないといけないですね。どうしようか。チケット、あ、チケット1枚持ってた。引きますか。メイクデビュー専用ガチャ。ゴルシ、ウォッカ、そしてセイウンスカイ。これだけが出んのかな。提供終わり。見て、SSR100% こんな見ないよね、あんまり。あ、一応全員いるんですね。どうしよっかな。メイクデビューが、あ、そうか、あれか、サポートかね。
トレセン学園あれは入ってるのかな。前回のなんだっけ、前回の分は入ってないのか。じゃあいいや、とりあえず弾いてみましょう。レッツゴー。さあ誰が来るかな。グラスワンダー、あれいなかった。あ、いや、いな、いなかったな。ちょっと、うん、うーんっていうかで、うん、うーんっていう感じかな。じゃあとりあえず早速編成していきましょうか。馬ぴょいトレーナーをかなり育ててるかな。これして、で上限解放ができない、強化、30まで一気にしましょうか。あ、たまにが足りない。ここまでが27。一気に強化。こういうのはね、ガンガンやっていかないとね。あるうちにガンガンやっていくっていうのが一番いいんだよね。条件解放できないか。枚数が足りません。故郷から手紙が届いたんだ。返事に何を書けばいいかな。書きたいことが多すぎるんだ。まあ一番書きたいことを書けばいいんじゃないですかねっていう。じゃあそれじゃあ育成の続きやっていきましょう。こっちを続けていかないとね、イベントも、メインストーリーの方も、できないですからね。さあ、大阪杯で3着以内ということでやっていきましょう。スキルはなんか取っていこうかな。いろいろとスキルは増えてきたんですけども、なかなか多く取ることにはできませんからね。どうしよっか。集中力か。前は集中力取ろうと思ったけど、ポジションセンスの方にしたんだっけ。レース終盤で追い抜くと速度がわずかに上がる。これもいいんだけどな。外悪得意を入れておこうか。いや、外悪得意を入れるでしょ。で、他になんか取れるのかな。いや、取れねえか。外悪得意を入れて、ポイントを温存しておくというのはつまんないな。レース中盤に先頭だとっていうのはちょっと難しいかな。終盤で追い抜くと、長距離、稲妻ステップか、追い上げか、それか、あ、いや、でもスタートの出遅れがちょっと出てきたんで、こっちにしましょうか。で、これを取って、あとはポイントがたまったら、この中盤か、追い上げかっていうところを、取っていきたいと思いますね。じゃあこれで決定で。一番以外眼中にないわ。
絶対勝ってやるんだから。というわけで頑張っていきましょう。さあ大阪杯レース出走。よし、ふう春の G1 到来って感じね。気持ちよ、気持ちよく勝ちを飾って次につなげていきましょう。 G1 なのに余裕だな。この程度で緊張してたらこれからのレースシーズンどうするのよ。どんな相手がいたって問題ないわ。私が先頭でゴールする。ただそれだけ。行くわよ。さあここで華麗、ここで華麗に一番になって私の力をみんなに教えてあげましょう。というわけでガンガンに見せてあげてください。さあ出走馬娘をざっと見ていきましょうか。あ、スーパークリークいますね。ワルツステップもこれあれかで、あ、トーカテイオがいる。トーカテイオちょっとね、これをやる前にね、あの馬娘、最新話ゲ、あのニコニコでの現最新話、見ちゃったんでね、トーカテイオがちょっとねメジロマックイーン、マチカネフクキタル、グラシャグランシャマール、エアグループ、エイシンフラッシュ、で、ナイスネイチャーぐらいだよね。ワルツステップはモブか？モブっぽいな。2番、11番に結果を残すのは難しいかもしれませんが、名前言わなかったね。ということはモブですね。モブモブって言っといて、あの実在する馬だったらそれ本当申し訳ないっていうあの名前借りてる馬だったらもう本当申し訳ないっていうこれ実在馬、実在するあの馬に関してはもう馬娘化されてるっていうあれでいいんですかね。あとこういうあのちょっと見たことない名前はあの創作の馬娘っていうことでいいんですかね。うん、まあ多分そうかな、そうだと思います。出走。さあ G1 大阪杯阪神芝2000。早春の阪神に最強を自負する馬娘が集う春の中長距離3冠第1弾大阪杯。1番人気はもちろんこの子、東海帝王。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、エアグルーヴ。注目のダイワスカーレット、3枠5番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはダイワスカーレット、東海帝王11番。さあ激しい先行争いで前に出たのはダイワスカーレット。2番手の位置で先頭を伺うのは11番、内を回って東海帝王、外から行くメジロマックイーン、そしてその内から行ったのはスーパークリーク。第1コーナー回って第2コーナー、ダイワスカーレット、早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は11番、東海帝王、ここにいます。後からメジロマックイーン、その後ろスーパークリーク、一馬身離れてエアグルー、その後ろマチカネフクキタ、それを見るように13番、その内並んで8番、そしてその内を回って2番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身、順位を繰り返していきます。先頭は変わらずダイワスカーレット。続きました11番、3番手にメジロマックイーン、東海帝王、並んできた外スーパークリーク、さらにその外からはエアグルー、それを見るようにマチカネフクキタ、外を通りまして8番、それを見るように13番、ナイスネイチャー、追走、内から行く2番、それを見るようにエイシングフラッシュ、そしてその内から行ったのは3番、それを見るように14番、後方2番手に12番、15番、現在シンガリラ、ダイワスカーレット、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。離れてしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、まもなく第4コーナーが内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだそんな、これから先頭から追われてくるのか。さあ、これから坂、2側の2回は、ダイワスカーレット、次は1秒
胆なタッチレースを制した。ダイワスカーレット春の中距離最強馬娘の称号見事に獲得しました。2着ナイスネイチャー、3着に入ったのはマチカレフクキタル。やっぱり私が一番なんだから。はい、トロフィー獲得やりました。スキルが良かったのか、スキルの組み合わせが良かったのか、それとも、普通にこれ一着取れるし一着取れるやつだったのかどうか。ここでうおやったーって思っても、これがイベント関連で一着は必ず取れるっていうやつだったら、ちょっと今度喜びづらいなっていうのがありまして。まあでも一着取れたんで、そこは喜んでおきましょう。やったぜってね。新曲はなし。はっはっ、いいレースだったわね。誰が勝ってもおかしくなかったかも。あ、やっぱりあれか、別に必ず一着取れるっていうわけではないのか。あー、一着取れてたみたいですね。ま、当然よね。それでこそ私だもの。でもまだ実績が欲しいわ。なんて言ったって目指すは有馬だもの。それじゃあんたは次の準備をお願い。とっておきの大舞台を用意してよね。さてと、私は一番の馬娘としてみんなにアピールしてこないと。そしてダイワスカーレットは熱狂する観客たちへ笑顔を見せ続けたのだった。新曲を歌おうぜ。その帰り道のこと。いいよ。エボルト違うか。ウォッカ。あんた、日本に帰ってくるの早すぎじゃない？結果出せずに逃げ帰ってきたの？ちげえよ。また今年中には海外に行くつもりだ。だけどその前に、お前との決着をつけようと思ってな。この手の、この指の差し方、これ俺わかりますよ。お前の罪を数えろっていうことですね。え、違う？決着？エリザベス女王杯の時からモヤモヤしてんだ。お前に勝ちてーって。エリザベス女王杯の時は、あれか、ウォッカ、棄権したのか。あんなにかっこいい走りを見せつけられたままでいいのかって。は、何よそれ。あんた、そんなことのために帰ってきたの？いいわ、その挑発、乗ってあげる。私もダービーの時からずっと思っていたから、あんたに勝ちたいって。やってやるわ。あの時から一番の位置を譲ってくれない。あんたを必ず超えてやりたいって。なんだよそれ。俺の真似かよ。違うわ。あんたが私の真似をしたのよ。よし。天皇賞、秋。天皇でいいの？天王。天皇賞、秋、それで勝負だ。天皇賞、秋、それは数ある G1 の中でも、格式が高く、シニア級馬娘にとって、最高の名誉の一つともされているレースだ。勝てば十分注目されるな。ええ、私たちにとっても、願ってもない機会ね。わかったわ、出走する。そこであんたをぶち抜いてやる。負けないから。決着をつけましょう。どちらが上か、誰が一番か。ああ。絶対に負けない。お前には、絶対。そして、彼女たちが競う、舞台は決まった。あとは、決戦の時に備えるだけだ。スピードが3上がった。スタミナが3上がった。パワーが3上がった。根性が3上がった。賢さが3上がった。そして、スキルが、スキルポイントが45上がった。そして、あ、違う。阪神レース場のヒントが
1上がった。なんでそんな限定的なの。そして秋川理事長の絆ゲージが上がりました。はい、目標達成。今までそんなあったっけ。あれ、大阪、あの阪神競馬場で、阪神競馬場のスキルとかなかったよね。限定なのかな。なんであそこ限定なのか分かんないけど。で、こっからですね、天皇賞で1着で有馬で1着という、いや、育成の終わりが近づいてきましたね。ふう、トレーニングも終わったし、帰ったら課題を片付けようと。思いの継承、ここでもやんの。え、ちょっと何、誰か今呼んだ。ここ飛ばしていこうか。継承、はい、またウォッカからもらってるよ。まだ育成馬娘、これ俺一人目ですからね。あんまり継承の効果がもらえないかなって思うんですけど。それに体から力が溢れてくる。ということで、ファン感謝祭の日がやってきた。いつになく、中央広場も人で溢れており、あら、あんたも楽しんでるみたいね。なんで祝福？気になった？実はさ、春の感謝祭から、感謝祭だからスポーツ系のイベントに出るつもりだったんだけど、実行委員の友達から泣きつかれたのよね。ミストレセンコンテストに参加してって。俺一瞬これさ、ミストレセンコンテストがさ、ミストレセンコンテストに見えてさ、変なところで区切って見えちゃってさ、ミスト、なんでここでミストって思ってね。でもね、ミストレの一番になるのってすっごい難しいことなのよ。レースに対するスピーチだけじゃなくて、普段からのセンスもチェックされてるんだから。そこはトレセン学園、レースに対するスピーチなんてあるんだよね。あるんだね、あの心構えとか。でもなんだかやる気だな。だって難易度含めて私にぴったりなコンテストなんだもの。カレンちゃん、何わ、スカーレットちゃんも出るの、ミストレ。これカレンちゃんって呼ぶの。カレン、じゃあカレン負けちゃうかもだね。負けちゃうかもだね。かもだね。あ、カレンちゃんって馬がいんのか。カレンちゃんなの。カレンちゃんなの。まあ、カレンちゃんでいこう。だって、カレンじゃ、かなわないもん。相手がスカーレットちゃんなら。私、最初からビリだったのかも。あーとかなんとか言っておきながら1位かっさらってくんでしょ。わかってるぜ。普段のあなたが着てる服って聞いて、制服かなって勘違いした時からずっと。カレン、おバカさんだな。いくらグランプリになりたくてもこれじゃダメだよね。グス。な、泣かないで。あ、トレーナー、お前引っかかってるぞ。あなたって優しいんだね。ありがとう。なんだかカレン、心がポカポカしてきちゃった。あのね、突然でびっくりしてるかもしれない、びっくりしてるかもだけど、もう一つだけあなたにお願いしてもいい？これスカーレットさんがこの間黙っているっていうのがちょっと怖いよね。だって最初カレンちゃんに会った時さ、スカーレットちょっと警戒してたもんね。
ダイワさん警戒してたもんね。カレンのミストレ応援しに来てほしいの。あなたがいれば頑張れる気がするから。そう彼女は潤んだ瞳でお願いしてくる。彼女の役に立たねば、そんな意識が芽生えてきそうな瞳で。これ完全に術中にはまってますわ。ある意味こういうのってまあ何ですか、才能の一つですよね。相手を自分のペースに引き込むのってね。ありがとう、それじゃあね。ゴミを見るような目。バカ。何デレデレしてるのよ、デレデレしてるのよ、このバカトレーナー。そうだね、バカだね。デレデレなんて。してた。まったく、あんたは私のトレーナーでしょ。そうだぞ。ダイワさんのトレーナーでしょ。あんたその前にあれだ、水族館の時だってダイワさん連れていくつもりがさ、キリュウイントレーナーと、スーパーミークだっけ、ハッピーミークだ、ハッピーミーク連れてってさ、あんたダイワさんのことほっといたでしょ。ダメだよ、ほっといたら。あんたは私が一番になるところを見てればいいの、ミストレでもね。そして謎に奮起したダイワスカーレットは、ミストレセンコンテストに参加し、あーやばいわ本当にレセンコンテストに見えるわ。レセンコンテストには見えないけど、ミストトレインコンテストに見える。もうなんだかな、ミストトレインコンテストみたいな感じにさ、もう見えてきちゃって、もうなんかごちゃごちゃしてきたな。グランプリに輝いたのはカレンちゃんでしょうね。何よ、俺は一番だったと思うよ。おめえそれでも嫌なものは嫌なの。ああ二番だなんて、何負けてるのよ私。その後しばらく落ち込み続けるダイワスカーレットなのであった。これはね、これは申し訳ないけどカレンの方がね一枚上手だったね、うん、戦略性にちょっと欠けてたね。変の？一番を譲る気なんてないわ。あれで体力減るって、あれで体力減るってひどくない？さあというわけでですね、今度は天皇賞を向けて、一着を取りましょうか。トレーニングかな。マックスになったサイレンスズカと一緒にやるとなんか虹色になってますね。どうしよう、これ一回やって、次はちょっとレースの方出たいと思います。じゃあスピードやっていきましょう。おお、友情トレーニングやったぜ、友情パワーだぜ。サイレンスズカの絆ゲージは最大だ。ちょっと悲しいな。熱心に己を鍛える姿、実に優美。しばしここにて鑑賞させてもらおう。ではトレーニング、奮闘。理事長見るんですかね。でいつも言ってますが、頭に猫乗ってますよ。練習ぶりに感動していただけたようだ。スキル4、5上がった。それは明け方、午前4時のこと。早、目が冴えたので散歩でもしようと外へ出ると、何やら物音が聞こえてきた。 音が聞こえる方へ向かうと、そこには秋川理事長と、学園スタッフの姿があった。みな、
整備ご苦労。本日のコースも素晴らしい仕上がりだ。この仕事ぶりを見て、決意、新たな機材を提供することにした。っていうか、秋川理事長、朝4時からいんの。朝4時からこのテンションってすごくない？ブオン、ブオン。うわ、また妙なマシンを。理事長、そんな謎の機械は一体？驚愕、芝&ダート対応の、ダート対応整備機らしい。最新式で従来の、10倍の効率化できるとか。なんでそこふわっとしてんの？怖い、ふわっとしてるものを買うなよ。それゆえ、背丈も大きく性能も高い、世紀の一品と聞き資材を投げ打ってきた。またそんなことやってんのかあんた。ウィーンウィーン、なんか変な音も出てますけど。心配不要、諸君らならば必ず使いこなせる。おい、やめろ、投げるな。だが未知に触れる恐怖も理解。よし、私自ら手本を見せよう。え、大きさ理事長の5倍はありますよ。こんな機械に乗るなんて危険すぎます。っていうか、もうそういう機械触らないで、買わないで。そういう機械を、そういう機械を買うときはちゃんとスタッフと相談して。任せるがよい。可能。私も芝に親しんだ身、整備器具など手慣れたものよ。整備器具の範囲なのかな、スタンバってるやつは。では失礼して。守護法。マシンの上に理事長を乗せて、理事長の上に猫が乗っている。猫乗ってますよ。驚愕。ぬおー、理事長恐縮。はあ、はあ、すまない。諸君らに助けてもらい、誠に痛み入る。だから言っただろ？大丈夫でしたか？しかし、なぜこんな機会を？皆に感謝の心を伝えるため、感謝を心を伝えたいんだったら、まず相談して。まずスタッフと相談して。君たちスタッフの働きがあるからこそ、この学園の生徒たちは自らの夢に集中できる。上々、完璧な仕事ぶり。私の力はたかが知れてるが、諸君らの働きに報いたいのだ。その志はいいんです。ただ職員に相談をしてください。理事長。わかりました。私たち必ずこの機会を使いこなします。理事長の期待に応えます。ダメだっつーのもう返せよ。やばい機械はもう触んな。うむ、いい笑顔だ。上々、実に上々。頼んだぞ。ダメですね、もうこの理事長といい、スタッフといい、スタッフもう洗脳されてるよ。違うんだよ。ウマ娘は学園のために動く秋川理事長の姿にスタッフ一同気が引き締まったようだ。ダメだよ。そういうので引き締まった。ダメだよ。そして自分もまた秋川理事長の熱意を感じ、力になれることがあれば協力しようと思わされるのだった。あ、ちょっと待って。あ、でもメインシナリオか。大丈夫か。この後その時ふとひらめいたっていうのはないよね。後日この話をダイワスカーレットにも伝えたのだった。なんで伝えたからってどうすんの。これやる気下がってたらやる気が上がってくるの。こんな話でやる気上がるってどういうことよ。いやー、よかった。他の能力は上がんなかったわ。あ、トレーニングなんか来てますね。あ、透過帝王が来てる。あー、なるほど。マックスになったからってさっき虹色に輝いてたんですけども、それが必ずしもあるっていうわけではないんですね。どうしよう。あー、スパイル高いな。
ついてこないわ。手用一回やっとく。なんかもらえるかもしれないし、でも 13% だからな。まああと12ターンもあるから大丈夫でしょう。押し成功。だいぶ減りましたね。あの東海帝王だけ見てて、忘れてた、見逃してたんですけど、音な指揮者がいますね。ダイワスカーレットと話していた。よし、臨機応変のヒントやったぜ。来た。ふーむ、それが今度の、練習内容ですか。なるほどなるほど。これ見たっけ。見たね。どうやらまだまだ見たいだ。ね、おとなしきちゃんの妄想劇場つってね。で、ちょっとお休み入れまして。あ、どっか出かけた方がよかったかな。脱、無論論。あ、無難論か。無論論ってなんだ。ある日、トレーニングメニューを考えるために、図書室にやってきたのだが、いや、これも無難だな。悩み事？私は何事も無難に実行、行動する傾向がある。レースにしろ、トレーニングにしろ、な。トレーニングにしろな。いや、無難な方がいいんじゃないですかね。雨が降れば同じ運動量を、室内で行い、疲労が溜まれば予定をずらして、休養に当てる。私の理論では、私の理論ではしか言わないの。無難に、理論を立てれば、理論は、たやすい。あ、その点、リスクを、積んだ先は、よかれ、あしかれ、未知数だ。よかれ、悪かれかな。しかし。であれば、持論の幅を広げるためにも、多少のリスクを伴う価値はあると考え至った。ビアハヤヒでセリフがちょっと難しいよね。難しいキャラだから難しいことを言ってるんだろうけど。口がうまく回らない。そう、口がうまくは回らないんだよ、ビワハヤヒでは。それで、怪我のないようにダートコースでトレーニングを想定し、プランを練ったが、気づいてしまったんだ。これこそ、無難な行動そのものだと。頭で考えるより行動あるのみ、怪我したら元も子もない。まあそうだよね、怪我したら元も子もないから、それでいいと思うんだけどな。それダメなのかな。でも頭で考えるより行動あるのみって言うけど、まあトレーニングメニューに関したら怪我したら元も子もないから、なるほど、それでいいんじゃないかなとは思うんですけど。つまり無難でいいということか。君が言うのならばそうなのだろう。ただそれを、無難だ無難だっていうこ、そのに、漢字二文字で片付けていいものなのだろうかっていうのはちょっと思いますね。だって、まあ本番に備えて体を鍛えるとはいえ、トレーニングの最中に怪我をしないように、気をつけなきゃいけないのですから。であれば、このトレーニング論も無駄ではないということか。そうだね。そうだ、よければ私の考えたトレーニング論を見てもらえないだろうか。多少無茶ができる安全なトレーニング論というんだが、なんかちょっと矛盾してるようで、矛盾してないような、そういうね、トレーニングの仕方って、それ、トレーニング論って、まあ、あるっちゃありますけどね。彼女のトレーニング論を見せてもらった。安全で効率的で、とても無難なものであった。その時、ふとひらめいた。このアイデアは、ダイワスカーレットとのトレーニングに活かせるかもしれない。本当に活かせそうなやつが、今回初めて出た気がする。
今まで妙な話からこのダイワスカーレットの成長につなげようとしてたからな。ダイワスカーレットとの成長につながった。体力が10回復した。お、やったぜ。スタミナが10回復した。で、ビアハヤヒデの、絆ゲージが5上がった。一番を譲る気なんてないわ。というわけですよ。タイム。あ、40分も過ぎてる。というわけで、この辺で、今回終了したいと思います。次回はですね、ちょっとレースをやって、トレーニングの方をやっていきたいと思います。それではまた次回。バイバイ。